でも結構映画の中のワンシーンみたいにね、そのお寺に行った時のことが鮮明に、なんかね本当にミステリアスな空間だったよね。なんか普段開門してるようなところじゃないんだよね、あまり。全然全然、なんか普通にみんながわーっと来れるような寺じゃなくて、個人で開いたお寺みたいな、もうひっそりある個人のお寺みたいな。なんかあの映画、違うドラマでさ、昔トリックってあったじゃん、仲間由紀恵と阿部寛がやったやつ、はい、なんかそれってなんか変なこうちっちゃな村でなんか起こるじゃん、何か事件が、なんかたたりとかみたいなのに、なんかそんな感じのとこだった。トリック感半端じゃなかった。そうだね、いろんなところから来てたよね、人が、車がどんどん集まってきて。そうだね、だからみんな何か困ってたんだろうな。で結局そんなこといろいろやってたから、もちろん治療もあったし、そのそういうね、なんか風にもやってて、結局1年したらもう貯金が全部なくなっちゃったんだよね。そりゃそうだよね、働きもしないでさ、そんなとこばっかり行ったりやったりねしてたわけだから。まあ週に3回ぐらいは何かの治療に行ってたよね。行ってたね。だから結局やっぱそのもう生活ができないからね、それじゃあ治りもしないし、貯金もなくなり、生活もできなくなったら、もうそれこそ一大事だっていうんで、なんかね、その久美子さんがね、その仕事を探すわけなんだけど、なかなか難しかったね、それもね。うん、制約がありすぎてね、ちょっとね、まあ、僕の仕事は本当に難しいはおろか、それは当たり前のことなんだけど、この病気だから、まあ、久美子もその僕のね、こうなんていうの、世話もあるから。介護認定とかされれば違うと思う、だいぶ。いや、この病気がその認められてないマニアックなやつだから、介護認定とかもなければ、何難病指定でもなければみたいな、そういうのがやっぱすごく響いてくるよね。そうね、いや本当にマニアックな病気になった人どうやって生きてんだろうって思うもん、で結局やっぱありがたかったのが、それでもう結構切羽詰まったんだよね、もうお金ない、でも治ってない、むしろ悪くなってると、あれだけ治療したの、一応期限を決めてたからね、1年間でね、でも俺思ったより1年で思ったより使ったんだよね。思ったより使っちゃった。またねすごい高い金額だった、治療の話またするけど、いつか、とにかく思ったより使ったのよ、もうちょっと余裕あるかと思ったけどなかったんだよね。で貯金ないどうしよう、もうないっつって、もう何も食べれないくなっちゃうよって、家も住めなくなっちゃうよってなって、だけど仕事探そうにもなかなかね、でしかもさ、僕があんまりね、その経済面で戦力にならないから、久美子にお願いすることになるけど、一人でね二人分を養うわけで、でもまあ本当はありがたいことに友達がまあに事情を話したら、その友達がまあ会社を経営していて、でその方がね、結局お仕事をまあ少しこう振ってくれてね、久美子さんに、で本当に助かったんだよね。いや本当にありがたかったっていうか、もちろんね、他にもっと条件のちゃんとしたいい人を雇うことだってできるんだろうけどね、なんか僕の介護っていうか、僕のケアしなきゃいけないっていうそのものがあるのに、久美子さんをわざわざ仕事振ってくれて、いや本
当にありがたかったなと思って、で今もまあそれは本当にその方のねお仕事振ってくれてるおかげでギリギリだけど生活してられるわけだから、まあもちろんね感謝感謝だなと思います、そういう人に本当に、はあ、本当にそうね、ありがたい。なんか普通だったらお返ししたいしなきゃいけないわけだよそういうのって、でなんかどうやってのお返しできる目処がつくのかっていうのがさわからないよな。もう今のところ分かってるのはロトセブンが当たったら返すロトセブンぐらいしかもう返す当てがないっていうか、そのロトセブンも当てなのかどうかっていうかね、もう分かんないけど、それはもう絶対返すんだけど、そうしたらそうじゃなくてロトセブン以外でなんかこう恩をねこうなんかお返しできる方法があればいいなと思うし、さと友達もねそれ以外そのからその方以外の友達もたくさんいろいろしてくれて本当に助けてくれてる人もたくさんねいて、なんとかして返したいんだけどもなんね、いやー歯がゆいですなね、うん、なんかこんな状態なのにたまにさなんかマックのさフィレオフィッシュとか食べてるときさ、こんな俺がこんなフィレオフィッシュを食べていいのだろうかっていうそのなんかあるじゃん、昔から日本ってさ働かざる者食べるべからずみたいなイメージってあるしさ、僕らの親の世代ってさそういうのを結構強力になんていうの教え込むじゃん子供に、だから、うん、でもやっぱりね障害があるとか病気があるっていうのはまた別の話だよ、それは。いやいやそれは分かってるんだけど、うん、それは自分がねそうしたくてそうしてるわけじゃないのは分かってるんだけど、やっぱ三つ子の魂みたいな100までみたいな分かんないけど、それが正しい意味なのか知らないけど、やっぱどうしてもこう刷り込まれててね、人間たるものみたいな働き汗を流しフィレオフィッシュを食べるみたいなファンタグレープ飲むみたいなイメージあるじゃないですか、何もしてない久美子に頼り友達のこう行為に甘えた上に私はフィレオフィッシュとファンタグレープをいただいているという、んーなんかその感じがなんか何とも言えん、何とも言えないと、まあこういうことなんだけどね。まあでもいやとにかく感謝だねみんなに、はい、うん、そんな感じ。